レイリンデイト。どうも皆様こんにちは、カズヤと申します。みんなめっちゃクオリティ高そうなゲーム見つけたんだ。めっちゃ面白そうじゃない？やっていきましょうか。なんかサスペンス系のお話らしいです。ではニューゲーム、おめえ開いた。うん、めっちゃクオリティ高そうじゃない？ロゼちゃん、これが主人公かな。ねえパパ、どうしてママは起きないの？え？ロゼ、ママは病気で。死んじゃったの？私もこうなるの？ママと私は同じ病気だから。え、急にお母さん死んでるじゃん。で、しかも、ロゼちゃんは、同じ病気を抱えてるんだ。大丈夫。パパがきっと治してみせるから。うん。てか、まばたきしてる。すげえ。ママ、この本読んで。ロゼはこのお話大好きなのね。さあ、ママのお膝においで。うん。昔々、一人ぼっちの病気の女の子がいました。その病気は、どんなお薬も、どんな方法でも治りませんでした。おお、絵本みたいな感じだね。女の子は、毎日毎日、海を見ながら泣いて過ごしました。うん。死にたくない。もっと生きたい。そう思いながら。ちっちゃい頃から、なんか自分の、過去の、なんか話かな？それとも、今後起きる話かな？レイリンデイト。うわ、やべえ、面白そう！めっちゃ面白そうだね。めっちゃ楽しみなんだけど。はぁ、どうした？めっちゃ雨降っとんな。夢？誰？あれ？お父さんじゃないんだ。目が覚めたかい、ロゼ。誰？ここは？覚えてないのも無理はない。町の路地裏で倒れていたんだよ。私が名前を聞いた後、君はすぐに意識を失ってしまってね。え、お父さんどうしたの？私はルイス。この教会で神父をしているんだ。ロゼ、もしよかったら家まで送るよ。丸一日、眠りっぱなしだったんだ。え、病気で寝ちゃってたとかなのかな？うん。バーガンディ教会の神父と名乗る男性。優しい声で物静かな雰囲気を感じる。路地裏で倒れているロゼを拾い上げ、教会に連れてきた。神父さんなんだ。え、事務集会。おう、ファイリングしました。きっとご両親が心配してるよ。いえ、ママは病気で死んじゃった。私も同じ病気なの。うん。じゃあお父さんは？パパ？パパは、死んじゃったのかな。この教会は行くあてもない子供が住めるようになっているんだ。ここにいたいだけいればいい。私は君を歓迎するよ。うん。あ、孤児の部屋って書いてるね。じゃあロゼちゃんはもう孤児になっちゃったってこと？うん、お父さんも死んじゃったっぽいね。なんかさあ、気分転換にこの教会を見て回るといい。君と同じぐらいの年の子が多いからきっとすぐに馴染めるよ。ありがとう。そうだ、ロゼは病気なんだよね。ちょうど今日からお医者さんが泊まることになったんだ。何かあったらその人に相談しなさい。でもそんな病気とかさ、してるようには見えないけどね。うん、不治の病とかなんだろうね。ほん、すごい雨。うん、夜になったら使えそう。おお、揺れる。バラ、神父様が置いたのかな。なあ、美しいトゲにはバラがある。美しいトゲにはバラがある。そう、美しい棘にはね、やっぱバラがあるからね。私には全てのことが許されている。しかし、私の何事にも支配されない。うん。聖書はよくママが読んでいた。休みの日はいつも家族で教会に行くの。聖書か。聖書ね、聖書にはなんかいい思い出ないんだよな。なんかね、よくわかんないね、男の人とか女の人とかね、入れ替わり立ち替わりってね。あの、よかったらこの聖書をどうぞ。あのね、すぐそこに友達の家があって、そこでね、ちょっとね、あの、拝むんだけど一緒に来ない？みたいな言われて、いつも来るの、その人。だからいい思い出ないね。物が適当に積まれてるけど、私のために急いで片付けたのかな。うん、全部動くのすごいね。ちょっと外出てみるか。同じ年の子がいっぱいいるって言ってたけど、孤児の子がいっぱいいるんだ。あ、出てきた。なんか意地悪そうだな、こいつ。
あんたがロゼね。私はキャロル。ねえ、丸一日眠ってたんでしょ？何があったの？神父様とはどこで出会ったの？ここに住むの？質問攻めやめろ！今起きたばっかやからちょっと頭回ってへんねん。キャロル。やっぱこの子も孤児なんだね。気の強そうな好奇心あふれる女の子。興味関心が強く、あまり周りが見えてないようだ。じゃあ、悪いことはないのかな？やめなよ、キャロル。そんなに聞いたらロゼだって困っちゃうよ。うん、ペティ。気の弱そうな女の子、キャロルと相部屋のせいかよく行動を共にしている。うん、ファイリングしました。後で見てみようか。だって気にならない、ペティ。誰だって言いたくないことぐらいあるよ。それに私は別に気にならないかな。気にして。逆に気にならないって言われた方が傷つくから気にして。めんどくせえなこいつ。私は知りたいの。この雨のせいで外にも出れないし、面白い話が聞けるかもしれないじゃない。まあ後で聞かせてもらえばいいか。ロゼ、今日からよろしくね。ごめんね、なんかいじめてきそうとか言っちゃって。めっちゃいい子だった。他の子にも挨拶しといた方がいいわ、ここに長くいるなら。ね、なんでそんなになんか匂わせる感じの言い方してくんの？うん、私とペディは同じ部屋よ。あなたがいる一人部屋はずっと空いていたの。その部屋に入るってことは、随分神父様に気に入られたのね。そうなんだ。でもそこしか空いてなかったとかじゃないんだ。他の子にも挨拶した方がいいわ、ここに長くいるなら。ね、怖い。実はペディが一番ダメな子だった。すごい含みを持って言ってくるね。そこは私たちの部屋よ。みんなに挨拶するなら聖堂にいるといいわ。聖堂？どこにいるの？どこにあるの聖堂って。開かないみたい。ここはみんなの孤児の部屋ってことだよね。じゃあ孤児何人ぐらいいるんだろうね。結構大人数でいるのかな。ここが聖堂かな。あ、神父様。神父さん。うん、ロゼ、無理をしないようにね。君が好きなだけここにいていいんだよ。あ、うん、いいの本当に。何も心配しなくていいんだ。ここには温かいベッドも、ロゼの口に合う食事もある。さあ、みんなに挨拶したら夕食としよう。おお、孤児ってさ、なんか子供たちを無償で引き入れてるってことは、国からなんか援助をもらったりしてるんだよね、多分。うん、なんか神父様に似てる？気のせいかな。いや、僕はエリオット。ロゼだよね。昨日神父に運ばれてきた子。うん、その笑顔、プライスレス。かわいいな。シンプルイスに依存している男の子。不安定なところもあり、あまりロゼをよく思ってないんかい。その笑顔はなんやじゃあ。うん、何かあったか知らないけど、神父様はみんなに優しいからね。僕も神父様に拾われてここにいるんだ。だから神父様に迷惑かけちゃダメなんだ。面倒を起こさないでね。なんかロゼのことよく思ってない人のが多いのかな。わかんないね。そこの君。お、君は神父様が昨日連れてきたロゼだ。僕はジェフ。うん、ロゼは細くてあまり食べなそう。なら僕のご飯もそこまで心配しなくていいかな。見た目通り食いしん坊キャラなんだな。いいなジェフ。少し抜けていそうなふくよかな男の子。食べることに執着があるようだが温厚そうだ。でもこういう温厚な子ほど怒った時めちゃくちゃ怖かったりするよね。ここのご飯は美味しくてね、きっとロゼも気に入るよ。あ、残すんだったら僕にちょうだい。もったいないからさ。お前気に入ったわジェフ。いいよ、ご飯どんどんあげるよ。あ、ここに人いた、びっくりした。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いお嬢ちゃん来た。あ、飛ばしちゃった、ごめんなさい。あ、この人医師なんだ。不思議な雰囲気の優しい女医。ロゼのことを教会に来る前から知ってるような口ぶりだ。ごめん飛ばしちゃったね。うん、ロゼの病気のことは知っているわ。あなたを見てきた、ずっと前から。だから何か心配事があったら何でも相談してちょうだい。おっぱい大きいですね。急な下ネタ。安心して、私はロゼの味方よ。さあもう行きなさい。マシャリー。うん、なんか医者にしてはすごいエッチな格好してるね。あ、ここにもいた。かっこいいな。何してるの？ん？ごめん、何？ああ、お前ロゼだろ。昨日神父に連れてこられた。俺はグレッグ。グレッグ。賢そうな背の高い男の子。年は他の子たちよりも上のようだ。あまりこの教会に馴染んでないように見える。じゃあ、来たばっかなのかな？でも結構大きいよね。うん。俺も最近ここに来たばかりなんだ。みんな仲良くしてくれるよ。
けど、ここにいる奴らは、ん？いや、なんでもない。忘れてくれ。この教会、山奥にあるせいで人なんか滅多に来ない。何かあってもすぐに助けは来ないってこと。目立たない方がいいぞ。助けは来ない。え、なんだろう。みんな何か闇を抱えてたりしてるってことかな。と言ってもお前、なんだか目立つな。まあ、こんだけ可愛かったらそりゃ目立つわな。うん。まあ、自分の身は自分で守るしかないから、頑張れよ。なんかグレッグいいな。グレッグ好き。もうグレッグ好き。さあ、そろそろ日が暮れる。みんな夕食にしよう。うん。うん。結構豪勢だね。ステーキ？ごちそうさま。神父様の手料理はいつも美味しいです。それはよかった。ごちそうさま。あ、キャロルがまた人参残してる。嫌いなものは嫌いなの。そんなことよりローゼ全然食べてないじゃない。夜お腹空いても知らないわよ。本当だ、全然食ってないじゃん。そこは食った方がいいよ、さすがにね。礼儀としてね。ていうかキャロル、人参は食べなさい。おう、嫌いなものでもね、頑張って食った方がいいよ。まあ、科学的な見解からいくと、嫌いなものって食べるとストレスになるから食べない方が実は体にいいらしいね。うん。無理する必要はないよ。食べれる時に食べればいいんだから。でももったいないよ。ロゼ、残したの僕にちょうだい。ああ、ジェフならついでに私の人参も食べて。いいねいいね。さあ、みんな食事が終わったら部屋に戻るんだ。大雨のせいで少し肌寒いから暖かくして休みなさい。え、ご飯食べたらすぐ休むの？もうちょっとさ、なんか遊んだりしようよ。うん。あ、コーヒー飲んでんの？紅茶かな。あら、ロゼ、全然食べていなかったけど食欲がなかったのかしら。でもいいのよ、神父様の言った通り食べれる時に食べれば。めっちゃ可愛いな。めっちゃ美人さんだね。でも、なんでロゼのこと知ってたんだろうね。じゃあ、なんか昔のこととかさ、なんか、お家のこととかも全部知ってるのかもしれないね、ノワールさんは。雨止まないわね。ロゼもコーヒーどう？今夜は冷え込むから暖かくしないとね。コーヒーか、やっぱり。どうすればいいんだろう。自分の部屋に戻ればいいのかな。できればグレッグだ。あ、グレッグ！お前、全然食べてなかったけど大丈夫か？今は平気。食事の時グレッグ静かだったね。いつもそうなの？うわー、優しいね。初めて会ったのにさ、そんなに心配してくれるんだ。あいつらと仲良くする気もないし、目立ちたくないからな。逆に目立ってた。そんなことはない。みんな今はお前のことが気になって仕方ないって感じだもんな。ま、あ、夜はあんまり部屋から出ない方がいいぞ。大体の部屋に鍵がかかるし、何かに巻き込まれても面倒だしさ。何かに巻き込まれるとか、助けは来ないとかさ、なんか危ないってことをすごい強調してる感じがすごいよね。うん。そうか。もう夜出ない方がいいんだ。てか、鍵かかるってさ、みんな勝手にかかっちゃうのかな。まあ、神父さんが閉めてるっていうのがあれだろうけど。みんな集まってどうしたの？ジェフ、あんたこんなところで何してんのよ。はっきり言って邪魔。食べ過ぎんで殺す。ほとんど手つけてなかったロゼの分も食べちゃったし、キャロルが残したものも食べちゃったもんね。うん。食いしん坊だね、本当に。ハナ、みんなどうしたの？うん、ジェフが食べ過ぎて苦しいんだって。ちょっと顔色悪いわね。少し休めば大丈夫だと思うけど、一応胃薬飲んでおきましょうか。さすが医者。確かキッチンに胃薬があったわね。ロゼ一緒に来てく、なんで？うん、なんで俺？もういいけどさ、いいけどさ。なんか昔の話とか、ノワールさんから聞けたりするかもね。待って、ロゼ。何？びっくりした。急に抱きつかれたのかと思った。ロゼにいいことを教えてあげるわ。いいこと？そう。それは自分の身を守る。とっても大切なこと。私は胃薬の場所を知っているわ。でもロゼは知らないわよね。うん。見えないものが見える。探してるものが見つかる。さあ、深呼吸よ。集中して。ロゼならできるわ。え？集中すれば見えないものが見えるの？コントロールキーまたはCキーで集中モードに切り替えることができます。集中すると通常とは違う情報が得られます。ですが、走ったり人との会話はできません。集中。全集中だ！お！え？これ特殊能力なのかな？ロゼちゃんの。なんか五感っていうか、本当に話したりできない。微笑みを浮かべ、こちらを見ている。お酒の匂い。あ、近いものがわかるんだ。乾燥している。すげえな！なんか嗅覚がすごい優れてるとかかな。
これか。胃薬だ。これかな。うん、そう、それが胃薬。すごい笑うぜ。なんだか世界が白黒に見えた。この感じ知ってる。ロゼは記憶をなくしてるのかな。そうね、ロゼが無意識にやってることを自分の意思でできるようになっただけ。ノワールは私より私のことを知ってる。どうして。ずっと前からロゼのことを見守っていたわ。ロゼのお母さんが亡くなったあの日から。あれかな、お母さんのことを見てたのかな、ノワールさんは。さあ、それよりもジェフのその胃薬を届けましょう。はい。さあジェフ、この薬を飲んで。水なし。私はジェフを部屋まで連れて行くわ。みんなも部屋に戻って休みなさい。うん、分かった。じゃあどうしよう。部屋ってどっちだっけ。今どこにいるんだ、ここ。あ、上だね。オッケーオッケー。まあ、グレッグにもう一回。どうしたの。ジェフは休めば平気よ。上ごとのように何かつぶやいているけど。うん、まあ食当たれたろうな。グレッグじゃない、ジェフ。ジェフ元気ね、ジェフ。うー、苦しい。キッチンに行かなきゃ。今夜の夜食をとに。まだ食うのかお前。もっと体調悪くなるぞお前。ジェフどう、休める。うん、早く寝な。なんで寝ないの。おー、どうしたどうした。意外と部屋に入れるんだね。よし、じゃあ自分の部屋で寝ようか。うん、少し疲れたけど。え、あー、でももうできることはないかな。一応セーブしとこうかな。休みます。うん、ノワール、なんだかあの人少しママに似てる。ん、ママが死んだあの日からノワールはロゼのことを見守っているよって言ってるってことは、ママに似てて、もしかしてなんか兄弟とかなのかな、姉妹とか。ママ。うん、両親なくすって絶対辛いよね。まだ夜。少し気持ち悪い。ご飯あまり食べてないからかな。何か食べなきゃ。それはまあ、何も手つけてなかったからね。でも家出ちゃダメって言われたけど、部屋出ない方がいいんじゃないの。え、マジで。なんか嫌だな、なんか起きたら。うん。ジェフ、ジェフ元気？あ、ジェフいない。あれ、ジェフがいない。どこに行ったんだろう。もうからかってやろうと思ったのに、ジェフがいないぜ。ん？ノワールさん、どうしたの？あら、ロゼ、どうしたの？眠れないのかしら。お腹が空いたの。そう、この時間だとキッチンも閉まっちゃってるわね。うん。ロゼ、少し私と散歩しない？私少しだけ得意なことがあってね。きっと役に立つと思うわ。それに、ロゼとゆっくりお話がしたいの。うん。得意なこと？差し足、忍び足的な感じ？が得意みたいな。うん。どこに行けばいいんだろう。ちょっといろいろ見てみましょうか。ん？国会室。あれかな、懺悔とかする系のお部屋かな？うん、僕は神父様の部屋みたい。告白は椅子に座った方がいいのかしら。座ってみる。神父様来ないみたいね。ここは狭くて落ち着かないわ。狭いのダメな人？俺意外と狭いの落ち着くタイプだけどね。あ、いけた。左側だったね。うん、廊下。キッチンはどこかな。ここだな。ロゼ、顔色が良くないわ。ロゼの病気にとっては気休めかもしれないけど、お薬飲む？うん。ノワールは私の病気のこと詳しいの？ええ。ドールズと呼ばれる先天性、つまり生まれつきの病気。少しずつ少しずつ体が固まっていく不治の病。わ、人形みたいになっちゃうってことか。最後には人形みたいになって動けなくなっちゃう。でもロゼはめちゃくちゃそういうお人形さんみたいだからさ。このことからドールズと呼ばれているわ。ママも人形になっちゃったの。最初は足、手、どんどん硬くなって、最後は生きているのか死んでいるのかわからない目で、私を見ていた。
ロゼのお母さんのこと診察したことがあるのよ。お母さんは診察をあなたに見せたくなかったんでしょうね。往診の時にあなたを別の部屋で見かけたわ。ああ、なるほど。それで知ってるんだね。ええ、ロゼ、不治の病というのは絶対に治らない病気って意味じゃないの。少なくとも今の医学では難しいってだけ。未来はわからないわ。そうだよ。ただの風邪で昔の人は死んじゃってたんだから。明日、ドールズが治る薬が出たって不思議じゃないくらい。世界は動いている。だからロゼには笑って生きてほしいわ。でもそれも気休めにしかならないよね。明日できるかもしれないっていう希望はあるけど、もしかしたら自分が死んだ後にその薬ができるっていう絶望もあるからね。いきなり難しいわよね。この先長いか短いかわからない人生で、最後には笑えていればいいの。そうだね。笑っていれば何でも OK っていう人もいるから。こっちは開かないか。大丈夫よ。何？ピッキングか、特技って。それはどうなんだろうね。ピッキングが身につくって相当な環境にいないとダメだと思うけど。はい、開いたわ。鍵開けは得意なのけど怒られちゃうから神父様には内緒にしてね。これでキッチンに入れるわ。けど危ないことはしないでね、マシャリー。ありがとう。そういえばマシャリーってどういう意味？シェリーは特別な人を呼ぶときに使うのよ。意味は愛しい人。私にとってロゼはそういう存在なのよ。なんでだろうね。特別な人って言えるってことは、何かしら自分と関わりがあった人のことだから。本当、ノワールさんって何なんだろう。何者なんだろうね。特別？どうして？それはまた今度ね。これから先何があっても私はロゼの味方だってことを忘れないで。さて、ロゼと離れたくないけど、私は部屋に戻るわ。おやすみ。私の愛しい人。ノワールと別れました。最後まで付き合ってくんないんだ。なんで鍵開けだけしに来てくれたの？あっ、お前どうやって入った？鍵持ってんのか？ジュフ、またお腹壊すぞお前。ロゼか、びっくりした。あんだけ食べてまた食べてる。ノワールさんに少し動くと楽になるって言われたから、ちょっと動いてたらさ、食堂でたまたまキッチンの鍵を拾ったんだ。これはもう食べ放題ってみたいね。絶対明日から怒られるから。ジュフは前からそんなに食べる人なの？そんなことないよ。少し前の僕には食べるものなんてなかったから。うわー、なんか嫌な想像しちゃった。そうだよね、孤児だもんね。お腹が空いて死にそうなところを神父様に助けてもらったんだ。そう。そんなことより、僕がキッチンの鍵持ってたのによく入ってこれたよね。あ、ここに来たってことはロゼもお腹空いちゃったんでしょ？まあね。分かってるって。はい。あ、意外と優しい。パン、バターとかない？パン。あ、そうだロゼ、客室には近寄らない方がいいよ。なんかあの部屋臭いし、何か秘密がありそうなんだよね。客室？まだ入ったことないよね、客室って。この教会のこと全然知らない。もっと知っておくべきかな。もっと聞こう。客室から変な匂い、客室から変な匂いなのはロゼが来た時からなんだよね。なんでなんだろうね。え？ロゼが来る前は客室臭くなかったの？なんで？どうして？てかここでずっと食ってんだね、あんた。お腹壊すなよ、お前。お腹壊さないよね。そうだ、ロゼ、一つ聞きたいんだけど。どうしたの？ここにいるってことは、ロゼも僕たちと同じなんだよね。親がいないってこと？違う違う、僕たちは選ばれてここにいる。え？神父様に選ばれたってこと？みんなそのことは話さないけど、ロゼはどんなことをしてここにいるの？どんなことをして？え？やっぱなんかあれかな？ここにいる孤児たちはみんななんかしらの犯罪を犯してるのかな？例えば人を殺しちゃったみたいな。違うか？何の話？まあいいか。大丈夫。僕たちは多分仲間だから。でも気をつけてね。何が？みんな気をつけてねって言うよね。なんでよ。もうちょい詳しいこと聞かせてよ。ダメだ。詳しいこと聞けない。セーブしとこう。いや、面白いんだけど、めっちゃ。この後どうなってくんだろうね。サスペンスって言ってたから、誰かしらが死んでいくんだろうけど、
って考えたら明日ジェフ死にそう食堂で死んでそう、なんか毒とかもられたりしてね。うん、じゃあ部屋に戻るか。あ、客室の様子を見に行くって書いてる。寝に行くんじゃなくて客室見に行くんだ。多分ここが客室じゃないかな。客室鍵がかかってる。ジェフ何か知らないかしら。あ、もう一回ジェフに聞きに行くんだ。ジェフ、ジェフ何か知らない？客室から変なにおい、ロゼ何だろう。そんなことよりここのご飯は神父様が作ってるんだよ。みんなの分一人で作ってるってすごくない？このキッチンで何か落とし物に気づかないくらい大変なんだろうな。落とし物、客室の鍵絶対あるよ。集中。うん、あった。客室の鍵を手に入れた。ダメだな、俺のパソコンだとちょっと重くてね、ちょっとカクつく時があるね。ちょ、これ持って客室行けばいいんじゃないか。なんか事件の代わりがプンプンしやがるぜ。行こう、気になるわ。さあ客室。うん、何この匂い。何？ん？シャワーの音？ラジオかな？タオルとか櫛がある。うん、今夜中。ん？どこから落としてんだ？これか。違うな。え？ん？何？ここで集中してみればいいのかな。集中。血の跡、隙間から強い匂い。え、死体があるんじゃないの。調べてみるか。気になるものはないな。隙間に何か落ちてる。何？誰かの指。もう神父さんあかんて。神父さんもう捕まえんあかんて。通報通報。指？匂いの原因はこれみたい。こんな指一本でさ、そんな匂い漂うんだ。っていうかロゼちゃん冷静だね君。ん？誰かの指。これで少しマシかな。うまい。ロゼどうした？お前もっと驚けよ。え、ロゼちゃんなんか異常だね。どうした？いやでも明らか殺人みたいな行われてるんじゃないか。だって血の跡もあったし、絶対ここで誰かしら死んでるでしょ。うん、この業界なんだか変。それにジェフが言ってたこと、うん、なんか変どころじゃないけどね。僕たちは選ばれてここにいる。そのことみんな話さないけど、ロゼはどんなことしてここにいるの？覚えてないんだよね、でも。ロゼは、ここに私がいるのは偶然じゃない。選ばれたんだよね。そういえばお腹空いたんだっけ？うん。ここで食べるんだ。味しない。これも病気のせい？パンだけだからじゃない？うん、もしかしてコロナ感染したのかもしれないよ。朝になった。うん、今日は何をすればいいんだろう。とりあえずセーブしようか。さてみんなのところに。うん、ロゼあんた今起きたの？キッチンでとにかく一緒に来て。え？まさか？まさか？まさか？もしかしてまさか？うわぁ、絶対そうじゃん！ジェフ！嘘だ。なんでこんなことに。うわぁ。ジェフ、うわぁ、やっぱり。ジェフか、やっぱり死ぬの。え、なんでなんで？ロゼがいなくなった後に殺されたってこと？
大体の検視は終わったわ。喉と目がつぶれている。けど死因は腹部の傷でしょうね。すると内臓の一部がなくなっているわ。え？生きたまま腹部を切り裂かれてる。ただ防御創もないし抵抗した痕跡もないのが不思議ね。食べ物になんか睡眠薬みたいな混じってて、でそれで食べた後に寝ちゃったとかかな。生きたまま。ありがとうノワール。みんな一旦キッチンに戻りなさい。みんな一旦部屋に戻りなさい。このキッチンはしばらく立ち入り禁止だ。いいね。神父？実はここに来てる子たちは臓器を取るために集まったみたいな。ほら、臓器売買みたいなのあるじゃん。だって内臓の一部がなくなってるってことはそうじゃないかな。あ、この子は胃が強いんだなとか、あ、この子は腸が強いんだなみたいな。ここで判断した後にそれの臓器を取ってるみたいな。あの、寝たくないかな。どうすればいいの？お、ロゼ、ちょっといいかしら。うん。びっくりした。まさかあんなことになるなんて。そうだよ、びっくりした。でもいつかこうなるんじゃないかって分かってたわ。だって私たち言う必要ないよね。ロゼも私たちと同じなんだから。え？どういう意味？そんな濁さなくてもいいじゃん。隠す必要はないし、知らないふりもしなくていいの。ここは私たちみたいな人が集まる場所だから。私たちみたいな場所？それよりさっき国会室に怪しい男が入ってくのが見えたんだけど、彼も私たちと同じなのかしら。え？絶対行かない方がいいって。ロゼ、気をつけてね。ここにいるみんな嘘つきよ。また匂わせて、含みを持たせて。ベティ、昨日と雰囲気が違う。国会室に入っていた男の人も気になるけど、ペティの話、どういうことなんだろう。へぇー、めっちゃ気になる。え、絶対に、この、孤児、この教会にいる人の誰かが、ジェフを殺したってことなのかな。で、このゲームね、説明忘れてたんですけれども、どんどん人が死んでいく系のゲームらしくて、ということはまた次誰か犠牲になるってことだ。え？誰だろうな。何してんの？ジェフには悪いけど、あんまり悲しんでもいられないわ。だってここには内臓を抜き取っちゃうサイコパスがいるんだから。ほんと最高。いいね、アメリカ的な言い方だね。あ、ロゼ、さっきは急に部屋に押しかけてごめんね。話したことは秘密にしておいて。なんで？二人で何こそこそ話してるのよ。なんでもないよ。夜におトイレ行きたくなっちゃったら怖いなって。キャロル、一度寝たら絶対起きないし。ほんとペディは臆病ね。なんかいいな、この二人。かわいいわ。俺の予想だと孤児とかみんな死んじゃうんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろうね。ジェフ、ごめんね、からかったりして。ジェフはもうここに寝ることがないんだ。そうだね。でも落ちてる指を見て何も思わなかったってことは、ロゼもロゼでなんかあれだよね、抱えてるものがあるんだろうな。普通の人じゃないよね。だって異常だもん。あ、グレック？うん。俺はここに来てまだ1週間くらいなんだけどさ、誰もジェフの死を悲しんでる感じがしなくて違和感を感じるんだ。それは思った。死に慣れてるっていうか、ここにいるやつどんな生き方してたんだろう。もう、わかんない。わかんないけど、グレッグ、君だけは生きてくれ。俺のお気に入りだから。今んとこ押してるから。とりあえず、国会室に変な男が入ってたってことだから。あ、まただ。行くぜ、集中。あ、結婚だ。ってことは、誰かを、ジェフを殺した犯人ってことかな。行ってみようか。話し声が聞こえる。あ、いけないんだ。え、じゃあどうすりゃいいかな。こっち？うん。
あーロゼ、すまない。今はちょっと手が離せないんだ。後でいいかな。そう言わずに。ロゼ、急用なのかな。でも今ちょっと立て込んでてすまないが、後で来てくれるかな。うん。ねえ、もう終わった？ロゼ、君は聞き分けのいい子だ。また後で来てくれるかな。うん、私、聞き分けのいい子。ねえ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 。神父様忙しいみたいだ。ねえねえねえ。ねえねえねえ、ねえねえ、まだダメ？まだ？ねえねえ、ねえねえ、ねえ、まだまだ？おい！ダメだ。もう出てきてクリアしねえ。じゃ、国会室入れる？国会室には入れないんだ。集中したらいけた。うん。ファル、どうかしたのかい？ファル？神父様、僕はどうしたらいいんだ？忘れられない。憎くて憎くて仕方がないんだ。ファル、復讐は生きる糧になる。けど、このままだと苦しみは終わらない。憎しみ？夫愛じゃない？誰だ？ファル？なんかすごい結婚だらけだけど。誰だろう？ファル？うん。ちょっとファル、ファイル見てみるか。うん、こうやってみんなのが見れるんだね。ファル。うん。おう、みんなの説明がこうやって見れるんだ。いや、医者じゃねえだろ、お前絶対。あ、グレッグ14歳なんだ。自分から馴染もうとしないのは何か深い理由があるようだ。今んとこ一押しなんで。よし、じゃあどこに行けばいいのかな。教会について調べる。教会について調べる。いろいろ見て回ればいいってことかな。見て回るか。キッチンに行ってみる。あ、ジェフがあったせいで鍵がかかってるみたい。ここでも集中したら何か変わる。ハルセサバセバセセセって言ってるけど、あ、え、やっぱ集中すると向こう側が見れるんだ。まずは喉を潰し、叫べないようにする。次は目。獲物はこれで完全に逃げることはできない。最後は生きたまま。これも必要なこと。ジェフ、あなたの死は無駄じゃないわ。必要なこと。安らかに眠りなさい。え、仕組まれてたってことかな。死者の眠り、記憶のかけら？どういうことだ？ダメか。なんだろう。なんでジェフは死ぬ必要があったの？あ、ここか。ダイニング。ダイニングもなんか調べたり。ダメだな。本は何も調べても何も出てこないし。ジェフのことがあってあ、こっちも鍵かかってるんだ。うん、じゃあ、あのバサ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 みたいなのが起きたら集中を使って調べればいいってことか。 OK。 じゃあいろいろ見て回るか。バスルーム、うわ、めっちゃいいじゃん。バスルーム、髪サラってするね。いや、細かいな。めっちゃ細かくない？こういうドットとかすごいな、このゲーム。本当に鏡にもちゃんと映るし。どこに行けばいいんだ？あれ、昨日までここに荷物なんかなかったはず。誰かここに泊まってるのかな。さっきの男の人じゃない？でもいつからいたんだろう、あの男の人って。でもあの男の人に血がついてたから、あの人じゃないのかね。わかんないね。エリオット、ジェフはいつか食べ過ぎで破裂するんじゃないかと思ってたけど。そうだ、ロゼはこの教会に来たばかりだから知らないと思うけど、図書室に教会のことを書いた本があるんだよ。ほう、本にまでなってる素晴らしい教会なのに人が死ぬなんて、神父様ショックだろうな。ありがとう。図書室、図書室ってどこだ。ここかな。あ、ここっぽいわ。教会についての本、どこにあるんだろう。児童書、世界史、
とどこだ、学問、医学、言語、雑誌、世界史、法律、どこだろう、特集かな、ここじゃない。私たちが後悔しているこの人生という太陽では、理性は羅針盤になってくれるが欲望は嵐となる。全然違ったわ。どこ？センス。あった。センス便利。世界の少し変わった教会特集。雑誌みたい。それそれそれ。あ、センス使った状態。あ、来た。人里離れた山奥にぽつりと立つこの教会は、元は修道院だったものを、神父カーティス・グレイによって、教会として運営されている、されるようになった。教会には孤児たちが住める部屋もあり、孤児院のような役割も担っている。神父によってプライバシーがしっかりと守られているため、里親や里子に出された子供の情報は得られなかった。神父は優しく素晴らしい人柄ではあるが、教会は立地のせいか薄暗く、その暗さが時として神秘的にさえ思える。バーガンディとはワイン色という意味を持つが、カーティス神父に教会の名前の由来を聞くと、ワインの色が好きなんだ、もちろんワインの味も好きだよ、と笑って答えた。バーガンディってワインの色って意味なんだ。バーガンディ教会ファイリング。うん、この本に書かれてる紋章、昨日拾った指輪と同じ紋章。本当だ。カーティス神父、でも今の神父様の名前はルイス。本は新しいものみたいだし、神父様最近変わったばっかりなのかな。うわっ、これ成り変わったとかかな。この指、きっと大人に見せた方がいいよね。まだ持ち歩いてたの？ずっとポケットに入れてたの、人の指。すげえな。絶対嫌なんだけど。大人に見せた方がいいってことはルイスに渡すのかな？いや、でもルイス危ない気がするんだけど。中にはやべえ、めちゃくちゃいいとこじゃん。住みてえ。殺人が起こらないなら住みてえ。じゃあ誰に見せるかな？こっちは出れないか。じゃあ一旦ルイスのところに行ってみる。その前にグレッグに一回話しかけた方がいいかもしれないね。でもグレッグも14歳か。あ、そうか。あ、こんにちは。ノワール、ロゼどうしたの？悩み事でもありそうな顔してる。これ誰に渡すかで分岐するんじゃないか。思い悩まないでね。私はいつでもロゼの味方なのことを忘れないで。いや、いい人っぽいんだけどさ、何か知ってる臭かったよね。じゃあノワールさんに渡してみるか。昨日の夜、指を見つけたの。うん、誰かの指。すごいものを持ち歩いてるわね。その反応、正しいです。すぐに判断するのは難しいけど、切断されたのは1ヶ月前後ってところかしら。ロゼ、どこでこの指を？うん、客室。この指輪に入っている紋章、この教会の刻印ね。私も詳しく調べてみるわ。ロゼ気をつけて。なんだか良くないことがこの教会で起こってる気がするわ。あなたをここから連れ出してもいいのだけど。じゃあ連れ出して、グレッグと一緒に。もう少しあなたから信頼されてからにするわ。私はロゼを前から知ってるけど、ロゼは私のことを覚えていないものね。うん、本当はあの時、いや、なんでもないわ。さあ、もう部屋に行きましょう。神父様からあなたの診察をするように頼まれているの。この指は私が預かっておくわ。おー、なんかノワールさんもいい人っぽいんだけどさ、どうなんだろう。でもジェフの死は当然のことみたいな感じのお話し方をしてたからね。ロゼ、もう来ていいわ。うん、私の病気良くなってる？そうね、進行時代はすごくゆっくりになってるわ。そう、ロゼが病気じゃなかったら、きっと今のあなたではないし、私もロゼと出会ってなかったわ。病気は悪いことばかりじゃないわ。でもこのままじゃ最後には死んじゃう。私のママがそうだったように。死が終わりではないわ、ロゼ。それにあなたはまだ生きている。そうだろ。生きている限りは全力を尽くそう。ロゼのお母さんは苦しまずに眠るように亡くなったんでしょう。本当に眠ってるみたいだった。だから何度も起こしたの。でも起きなかった。そうしたらパパが。ロゼ？パパ？どういうことだ？ロゼいいの。
これ以上思い出さなくても。ええー。あ、これメッセージウィンドウ消せないのかな。あ、消せねえか。あ、飛ばしちゃった。ボンスニュールテーシェリー、おやすみ私の愛しい人。実はこの人お母さんなんじゃないの。まあ、違うか。お母さんの魂が宿ってるみたいな。ノワール？うん。また変な時間に起きちゃった。ノワール、どこに行っちゃったんだろう。うん。ノワールを探す。また夜に出歩くの？あんま夜に出歩かない方がいいよ。てか BGM が壮大になった。クリック！一緒に行かない？ロゼ、こんな時間に何してるんだ？今キャロルとペディが喧嘩してるみたいでさ、まだ起きてるようなら気をつけろよ。喧嘩？わかった。ところでノアール見てない？さっき応接間に入って行ったのを見たな。そう、ありがとう。うん、夜だと異常に重くなるんだよね。まあ一応、応接間に行ってみるか。応接間来たけど。あ、いた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 。ノアール、何してるの？うん。あら、ロゼ、起きてしまったの？起きたらノワールいなかった。かわいい。ごめんなさい。昼間預かった指について調べていたのよ。うん。指輪を見て。この印は、この教会のマーク。つまり、神父のものよ。やっぱそうだよね。てか、よくずれ落ちないね、その指輪。図書室で読んだカーティス神父のもの？そうね。おそらく全神父カーティスの指だと思うわ。腐敗から見て、切断されてから1、2ヶ月前だと思うけど、少し調べて分かったのは、生きてる時に切断されたってこと、そんなこと分かるんだ。私はロゼと同じタイミングでこの教会に来たから事情は知らないけど、言えることは、この教会はおかしいってことね。もう少し教会について調べてみるわ。気をつけてね、ノワール。うん。ルイスが成り代わったんじゃないの？全神父を殺して。大丈夫よ、ロゼ。私はずっとあなたと一緒にいるわ。ずっとね。ありがとう。ロゼ、もう一つ。教会に来ているファルって男には気をつけなさい。ちょうど今客室に眠ってるわ。それは客室に行けということですな。オーケー。寝込みを襲ってやろうぜ。いるか。客室。集中して覗いてみましょう。客室をね。うん。すごいね、この特殊能力。償わせるんだ。けど思い出せない。思い出せるのは、あの冷たい目だけ。ん？近くに感じるんだ。あいつがいるって。もうすぐだ。もうすぐだよ、リーラ。僕の妹、リーラにしたことを、あの悪魔にも。え？この中にいる誰かの子供が殺したとかなのか。一人でいる時もフード被るってすごいな、用心深さが。リーラ、妹。お、右上に現れた。誰かを探してるみたい。神父さんは何か知ってるかな。神父のとこに行くのか。ちょっとね、俺が使ってるパソコンにこのゲームのスペックがちょっと合ってなくて、ちょっとね、この聖堂にいる時、夜の聖堂にいるとき、こんだけカクカクになるから、できるだけカットして進めていきたいと思います。ベディ、何してんの？ロゼ、まだ起きてたのね。私は逃げてたの、キャロルから。めんどくさい話は嫌いなの。そっか。何で喧嘩したんだろう。キャロルは、ああ見えていじめられっ子だったらしいわ。理由？親がいなくて貧乏だったからって聞いてるけど、そんな理由でさ、ただ貧乏だからって理由でいじめるのって最低だけどね。私とキャロルが出会ったのは、ここに来る少し前だから詳しくはわからないの。そっか。じゃあとりあえず神父様の部屋に行ってみる？すごいお酒臭い。ワインかな？神父様は部屋にいないみたい。お酒臭い。センス使ってみるか。え、なんだ？集中使って神父様の部屋を見たら、お酒の匂いを辿っていけってことかな。行ってみよう。ん？ジェフの部屋に続いてる。なんで？
シェフの部屋にいるの？あれ、いない。どうしてだ？センス使ってみるか。集中使ってみるか。これだ。木の匂いずっと使われてなかった。集中。ここで何かしていた？匂いが濃い。ここで何かしていた？グレッグ、わかんないんだけど俺。なあロゼ、この教会って変な作りでしてると思わないか？雰囲気は教会なんだけど、孤児の部屋があったりしてさ、教会ってより修道院みたいだよな。そうだね。特に何もないか。どうしたの？喧嘩してんの？どういう喧嘩したの？なんかよ、悪いけど今話す気分じゃないの。どうしたの？何喧嘩したの？とりあえず謝っちゃおうか。とりあえず謝っちゃおうか。ダメか。どうすりゃいいんだろう。なんかワインの跡をたどろうみたいなことなんだけど、ワインの跡をたどってもなんもないんだよね。こっちにも続いてる。こっちに来てんのかな、じゃあルイスは。こっち？食堂に続いてんのか？違うな。どこだっけこれ。ダイニングか。ダイニングにいるのか。酒飲んでるのか。でもジェフの部屋何してたんだ？あ、いた。何してんのこんなとこで。ロゼ、まだ起きてたのかい？何か聞きたそうな顔してるね。客室に泊まってるファルって男の人、誰か探してるの？すごく怒ってるみたい。彼は今この教会で変わろうとしてるんだよ。大丈夫、ロゼは心配する必要はないから。仮にファルが何か問題を起こそうとしたところで、ロゼはきっと大丈夫。君は特別なんだ。他のことは違う。私が特別？うわー、絶対悪いやつやん。そうだよロゼ、私は探しているんだ、君たちみたいな特別な子。その中でもロゼ、君はとても興味深い。ペティもすごく興味があるみたいでね。ああ、そう考えるとロゼが来てからみんな変わってきてるのかな。君は変えるんだよ、他の人。超怪しい。神父様話して。ああ、すまない、セクハラで受ける。セクハラで訴えるわよ。とにかくファル、彼はただ不安定なだけだよ。ロゼは今まで通りで大丈夫だから。本当に？それよりもキャロルの方を気にかけてあげなさい。今はキャロルは一人ぼっち。さっき話しかけたけどね。そういえば喧嘩したって。さあ、キャロルのところへ行ってあげなさい。彼女は今自分の部屋にいるはずだよ。お前の言うこと聞くの尺に触るけど、キャロルのためなら言ってやるよ。キャロル。ロゼ、何よこんな時間に。ペディと喧嘩したって聞いた。どうして？へえ。あんた他人に興味あるんだ。まあいいわ。これどう思う？カーティス神父がいきなり消えてしまった。新しい神父様はルイスという名前でとても優しかった。けど、どんどんみんないなくなるんだ。ルイス神父は引き取り手、新しい親が見つかったと言っているけど、こんな山奥の教会なんてめったに人なんて来ない。僕は明日、ここを出る。引き取り手が見つかったんだ。僕はどこに行くんだろう。本当に新しい家族の元かな。この日記を見つけたってことは、君は何かを感じている人なんじゃないかな。変なことを頼むけど、僕を探してほしい。名前を知らなくても、青い髪なんて珍しいから見つかると思うんだ。ルイス神父にもよく青い髪を褒められていた。僕が元気に新しい家族のもとで幸せそうだったら、考えすぎだったよと、この日記を渡してほしい。もし僕が、そうじゃなかったら。やっぱカーティス神父はもともとここにいた神父様だったんだけど、急にいなくなって、でそれがルイスに入れ替わった途端、どんどんなんかみんながいなくなってしまうようになっちゃったってことは、絶対ルイス怪しいじゃん。犯人はお前だーって状態じゃん絶対。日記？そう、書いたのは前にいた孤児みたい。次々にいなくなるらしいわ。ここに来た子たちはジェフがあんなことになったから、これからどうするかベディと話をしていたんだけど、まあ意見が合わなかったのよ。キャロルはどうしたいの？簡単な話よ。今ここで死ぬつもりはないわ。あんたもそうなんでしょ。私はここから出ていくわ。
行く当てなんてない。うわ、キャロル次死にそう。もっとひどい状況も知ってるし、まあなんとかなるでしょ。確かに逃げた方が賢明かもしれないね。もう話は終わり。出て行ってもらえる？私は出て行く準備をするから。絶対ダメだよ。誰かと一緒にいた方がいいよ。ロゼって変な子。何考えてるのか全然わかんない。っていうか何も考えてない感じ。でも、その方が楽。嘘つかれて隠し事されるよりずっと。いじめられてたんだもんね。キャロルって変な人。言葉はきついけど悪い人じゃ。そうそう、悪い人じゃないんだよね。眠い。急だな。これまた寝て起きたらキャロル死んじゃうんだな。じゃん。何？めっちゃ嵐じゃん。今の揺れは何？おい、ロゼいるか？なんだ？へえ、ちょっと嫌な予感するよ、もう。絶対キャロルじゃん。いる。よかった。急いでキャロルの部屋に来てくれ！嫌なんだけど。いい子だって分かったのに。うわあ、キャロル！嘘でしょ？ジェフの時と同じよ。でもキャロルはだいぶ抵抗したみたい。残念だけど犯人の手がかりにつながるような痕跡はないわ。目えぐられてない？エリオット、グレッグ、あなたたち何か気づかなかった？特に何も。僕も知らないな。キャロルとペディが喧嘩してたのは知ってたけど。ペディの姿がないようだね。ベティなら中庭にいましたよ。声をかけても無反応でしたけど。だって喧嘩別れになっちゃうじゃん。二人も死んでるのに放っていたのかよ。僕だって何度も声かけたよ。でもなんか遠く見ちゃってさ、僕なんかいないみたいに扱われたんだよ。二人ともやめなさい。さっき外で大きな揺れがあったね。何日も続く大雨のせいで土砂崩れが起きたんだろう。みんな安全のためにも外に出ないように。キャロルを私の方で埋葬しておくよ。ロゼ、悪いがペディの様子を見てきてくれないか。また俺ですか。もう絶対次ペディじゃん。やだよ。集中使ってもう一回部屋見てみたら会話が聞ける。このままじゃみんないなくなってしまうわね。望み通りの展開ですか、神父様。望み通り？うわぁ、絶対ルイスなんか何かしらの理由で殺してるじゃん。家族という存在は弱点になり人を弱くする。散々見てきたわ。けどロゼと出会って考えが変わったの。だから神父様、あなたにロゼは渡せない。私たちは他の者たちとは違う。違う思考で持ってるだけで白い目で見られる。私たちはここにいた方が幸せなんだよ。ロゼもその一人ということは分かってるわ。いいえ、ここにいる全員に言えることかしら。この雨に土砂崩れ、どうせ誰もこの状態じゃ出ていけやしない。キャロルの前だ。よそ、ノワール、ケンシャーもういいからシャワーでも浴びてくるといい。この後マジでどうなるの？絶対次ペディ死んじゃうじゃん。てかさっきの土砂崩れで死んでないことを祈りたいけどさ。